こんにちは、永本啓典です。今日も YouTube、えっ、ー、とブログの YouTube 版を撮っております。昨日のブログでは、えっ、ー、とロレックスをオーバーホールしてくださいっていうことで、えー、ロレックスって腕時計のメーカーいろいろたくさんある中で、えー、一番多分あのなていうのかな、例えば下取りとかに出したり下取りっていうかあの売った時に、えー、中古でお金になるタイプの。 有名な時計だと思うんですね僕の中では。だから、人、えー、財産っていう感じと思ってもらえるんじゃないかなと思いますので、えー、ロレックスはもう例えば使いっぱなしで汚れてって錆びてしまったりするよりは、きちっと使ってこういつもつけてあげたりとか、えー なんていうの綺麗な状態で例えば自分の息子にあげたりとか弟にあげたりとかそういうことができるようにいつも綺麗にオーバーホールしましょうというようなことを伝えたいと思って書かせていただきました、えー、本当にロレックスってすごく長持ちする時計ですからあのきちっとオーバーホールして本当に長く使える寿命を全うさせてあげたらいかがでしょうか あのちょっと気になるなもうずっと使いっぱなしだなとか引き出しに入りっぱなしだなっていうロレックスあったらぜひ仲本経店に送ってオーバーホールしてみてくださいお待ちしております